はい、こんにちは。ジェネテックの水口です。今日はですね、こちらの内容物をやってみましょう。書類です。特にですね、レシートなどは日常的に使うことはないんですけれども、経理上捨てることができない。で、昨今ですと、もう最初にデジタル化しているので、参照することもないと、物理的なレシートを参照することもないというふうに今なってきております。で、そういう時にですね、こういうレシート類非常にかさばるんですけれども、真空パックすることによってより収納しやすくすることができます。で、原理としては布団の圧縮と同じような形になります。はい、ちょっと試しにですね、こちらのレシートをやってみましょう。ちょっとその前にですね、厚みこのぐらいです。結構ね、邪魔なんですよね。ファイリングするにしても結構手間だったりしますので、特にもうデジタル化してスキャンしちゃったのであれば、こうやって真空パックにしてしまうといいんじゃないかなと思います。やりましょう。このような形になります。なんて言うんですかね、これ。タコせんべいみたいな感じですかね。あんなに厚みがあったのに、せんべいみたいになっちゃったみたいな。そんな感じですね。はい。また何かご不明な点等ございましたら、ご連絡の方いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。